小太郎さんに食べていただきたくて、お弁当を作ってきました。味に自信はないですが、お口に合えばと。お礼なんてしなくていいって言ったのに。でも、すごい美味しそうに見えるぞ。人間界の料理もこんなに上手に作るなんて、普段から料理をしていなかったらこうはいかないだろう。自身のことは一人でしなければいけませんでしたから。でもこうして小太郎さんにお礼をすることができたので、よかったのかもしれません。ごめん、少し無神経な発言だった。いえ、お気になさらないでください。呪い以外でも迷惑をかけてしまいますから。私も一人の方が楽な部分もあります。改めて先日は助けていただいて本当にありがとうございました。小太郎さんに助けていただかなければどうなっていたか。あの人身売買組織は俺たちも追っていた組織なんだ。だからお礼されるようなことじゃないんだけど。小太郎さんのために作ったお弁当です。好きなだけ食べてくださいね。はい、小太郎さん。いや、一人で食べられるから。人間の殿方はこうすると喜んでいただけると聞きました。あら、遠慮なさらずにお口を開けてください。いかがでしょうか。すげえうまい。喜んでいただけてよかったです。どんどん食べてくださいね。ウインナーも最高。お肉の味を濃いめにしましたから、お野菜は少しさっぱりに仕上げたんですが、どうでしょう。肉と一緒に食べると味の調和が取れてる。それに野菜だけでも素材の味を生かす味付けがいいな。飲み物もありますからね。飲みたくなったら遠慮なくおっしゃってください。ありがとう。おお、このお茶もうまいな。本当にうまいな。食材や料理の腕がいいと、普段食べている料理も別物に感じるなんて初めて知ったよ。そこまで喜んでいただけるなんて。もしできることなら、小太郎さんにまた私の料理を食べてもらえたらなって思います。俺の方こそ、こんなにうまい料理なら何度だって食べたいよ。勝手品がいいのならぜひまた食べさせてくれ。そうか、呪いのせいで。俺は別に何ともない。それに
カテジナの料理のファンになったからな。嫌がらない限りまた食べさせてもらうぞ。小太郎さん、はい、ぜひまた。そのためにもまずは今日作ってもらった分を全部食べないと。うまそうなデザートも残っているし。わかりました。はい、あーん、あーん。お弁当を食べ終わったら少し公園をお散歩しませんか？そうだな、天気もいいし腹ごなしに一緒に歩くか。はい。